はフェザーミュージアムです。入り口は30メートルです。先です。ここはカミソリですね。刃物総合って書いてあったじゃん。ああ、こっか、時間がまあちょっと早いからな。ここも入り口、西入り口ですね。はい、開いたようなんで入ってみます。ああ、じゃあ順路があるんですね。はい。ここあのカミソリとかを、カミソリがメインですかね。あ、そうです。カミソリの会社になっておりますので。ですよね。はい。刃物総合って書いてあったんで。はい。そうですね。どうかな。カミソリ以外に医療用のメスだったり、床屋さんで使うものだったり、はあ、あとは工場で使う工業用の刃物とか、そういったものを作ってる会社になっております。はい。わかりました。刃物総合というのは2階に来ますと世界の刃物でしたり、刃物ができるまでの昔の黒曜石でしたり、そういった歴史などの紹介を含めた、まあ、フェザーが運営するミュージアムっていう感じになるので、る2階行くと、まあ、フェザー以外の刃物もご覧いただけますので。1階はフェザー。はい、そうですね。はい、わかりました。はい、一番新しいのか、2020。90年か。創業90年、長いな。ちなみにここが一番古いんか。1930年、40年。
まあ、引き出しか。一回行ってみよう。カミソリアウトも形が小さいカミソリの大きさになってるのかな。じゃあ順路通り行ってみようか。これなんだ。ああ、そういうこと。この形は何かってことか。
医療用。あるんだこれ。そうか。珍しい品々か。こんな感じかな。ミュージアムショップですね。ここで販売してるのか。
すごい。はい、ということでフェザーミュージアム